はい、どうも料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということですね。いやいやいや、今回ですね、私札幌一番さんのおうちで変やいフェス、私も参戦させていただくことになりました。ということでですね、私の偏愛、俺の札幌一番ですね。で、今回はですね、こちらの札幌一番醤油、はい、こちらをですね、使ってですね、カレー醤油ラーメンっていうのをですね、作っていきたいと思います。このレシピはですね、本当にね、がっつりとお昼ご飯を食べたい、あの偏愛ポイントいっぱい詰まってますので、これを注目していただきながら見ていっていただきたいなというふうに思います。じゃあもうね、実際ね、火を使って作っていきたいと思います。最初にね、豚バラ4センチ幅ぐらいにカットして、で最初に油なしでね、豚バラを炒めていきます。ちょっとね、油がこんな感じでね、鍋底に出てくるんですね。こうしたらですね、この油で玉ねぎを炒めていくんですよ。あの豚の旨味が乗るんで、どうですか。具材ね、今回はね、たっぷりめにしました。がっつりいきたいんでね。で、火加減はね、中火ぐらいでじっくりと炒めていきます。玉ねぎはね、ちょっとね、しなっとさせるぐらい。そしたらですね、ここにお水なんですけども、僕ね、いつも 450cc なんですよ。ちょっとね、濃いめに作るんです。でも今回はですね、500cc、 袋の表示通りに入れます。これね、なんでかっていうのはね、ちょっとね、あとで説明しますね。お湯が沸いてきましたので、ここにですね、醤油味でも入れちゃいます。こんな感じ。はい、で、ここでね、まだね、スープは入れない。このまま入れて煮立たせちゃうと香りがね、ちょっと飛んだりするんでね。で、このほぐれた、もうすぐほぐれたぐらいですね、これね、火止めちゃいます。で、ここで付属のスープ、ここにカレー類、このスープとカレー類一緒に入れちゃいます。で、よく溶かし込みます。で、これですね、なぜ 500cc にするかっていうと、カレールーを入れることによって、ちょうどこうがっつりいけるような濃いめの味付けになる、ここが、500cc を使うポイントになってますね。ちょっとね、このとろみがつくんですよ、このスープね。この麺に絡んでですね、非常にうまいんですよ、これが。和っぽい味に合うんですよ、このね、カレールーね。なので、醤油味が一番これ、美味しく仕上がります。じゃあここでですね、入れていきます。具を上に残すような感じで。で、ここに特製スパイス、カレーの風味と相まってですね、がっつりいけるんですね。小ネギを振っていただいて、俺の札幌一番ですね。はい、札幌一番カレー醤油ラーメンの完成でございます。はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。いいですね。めちゃめちゃこのとろみのあるスープがね、絡まってますよ、札幌一番の麺に。お肉とね、具と一緒にいきましょう。あー、めっちゃうまいですね。これが食べたかった、今日これが食べたかった。醤油ラーメンのこのスープとですね、カレーがですね、非常に合うんですね。食欲がどんな時でもね、湧いてくるような、そんなパワーのある一杯になってると思いますね。いや、これはね、止まらんぞ、これは。皆さん。でね、やり方もめちゃめちゃ簡単じゃないですか、あれ。なので、今日、がっつり行きたいな、今日お昼がっつり食べたいなっていう時にですね、このカレー醤油ラーメン、絶対におすすめの一品になってます。うん、でですね、このカレー醤油ラーメン、アレンジできるんですよね。で、これ食べ終わると絶対にスープ残るんですよ。かなりスープたっぷりで作ってるんで、そこでね、ちょっとね、紹介させていただきたいなっていう。で、軽くね、盛ったご飯、ね、これを入れちゃうんですよ。ピザ用チーズ、わさっとね。で、このままですね、今1分40秒加熱しました。こんなにチーズとろっとろで、ここにね、さらなる反則をしていきます。温泉卵、最後にこうパラパラっとパセリを散らしていただいて、札幌一番カレー醤油の追い飯ドリアでございます。ちょっとこう温
本当に多分たまりませんねこれね。いただきます。万能すぎるこのスープ。でもね、札幌一番醤油味のねスープの懐の深さがね、このね一杯にね現れてますよね。いやこれ皆さんね絶対やっていただきたいですね。これね、こんなに変化を持たせてもこんなに美味しいんだと、はい、それぐらいですね、懐の広いレシピになってます。うまっ。ぜひですね、ハッシュタグ俺の札幌一番で、皆さんのですね偏愛レシピ、ぜひぜひですね、こういう食べ方あるよっていうのをですねハッシュタグをつけて教えていただきたい。でその中でですね私レシピを選ばせていただきますので、偏愛のある愛のある食べ方ですね、ぜひ教えていただければなって思います。